ゆるり車中泊。スープがあったのでこれをやめてこっち温めて飲みたいと思います。ネギの残りです。いただきます。うん、やっぱり美味しい。すっぽんスープ、卵入り。あら、面白い。初めて食べた。うん、すっぽん昆布だしの魚介類系の味に似ていると思います。
ここに氷入れるとすごいね、保冷剤の香りになります。それではいただきます。お、おー、ナナツ、うん、めっちゃゼリー、おいしい。ゆるり車中泊。
茶こぼしちゃった。